一回宙回りのビデオ皆さん撮らせてください。僕の前2ターンぐらいのとこでもよかったら出てくださいって誰もいないじゃん。1小さい2こら8ターンだ8ターン何をやりたいのこれ。前かけてやる。4、5、6、7。もっと沈み込む時間取ってもう少し伸ばさないとこれはロングに問題出てくるよ。これはほらもう粘りがないのここの、ほらこの切り替えはもうすぐ、これは滝野の方だね。もうちょっとでかっこい。そうだ。これは滝野の方だね。これはいいか。オッケー。ごめんね、滝野ちゃん。すみません、滑って。下ぐらいの大きさで。入って出ちゃってるもん。うまい。やばいかも。ここもうちょっと使って、はい、ありがとうございます。山回りでプレー切っていくから少し上下動出る感じで滑るのかな。ビューンって伸びるとこがないもんな。まず入りすぎてこうやってきて屈折させながらリリースしてこうリリースして入るリリースして入るこういう感じ。うまい。非常これ違います。終わり方がそっちに来すぎてる。そうだ。ちなみにちゃんは一緒にトラちゃんの後ついてる滑りますか。あ、危ねえな。いいよ、起こしてくる時間もっと丁寧に、そしたら距離が出るから、ここの起こしてこうやって下げてくるところが早すぎる。力が抜くのが早すぎるから、抜くんじゃなくて面を角で返してくると抜けるから宙回りです。あの上でやったショートターンの宙回りと同じスペースしか使ってないぐらいにしか見えないから、もう少し走って移動していくところ、今度滝野の後滑ってみる、滝野今リリースが入れといた。あのプレーはもうダメ。はい、あ、なんかおかしなってちょっとね。
やだんけど。早い。オッケー。うん、オッケー。オッケー。うん、去年のあの腰砕けのねえ、あの腰下がりが今年はほとんど見られない。月遅れ。うん、そうですね。オッケー。